まさに装いも新しくなりました。これがなんといっても一つの売りのホームランテラスというシートができましたので、行、きましたけど、はい、やはり若干狭く、若干で随分狭くなってます ね、このようになってます、はい、まあ、今までのこのグリーンモンスターといってもいい、この壁の前にこのね外野フェンスを間近に控えてホームランの打球が飛んでくるかもしれないというこのホームランテラスがライトとレフトにできました。だから5メーター一番広いところでね、5メーターの幅がありますから、はい、随分やはり前ですよね。そうですね。で、まあ、金網はありますけどフェンスも若干低くなってますから、まあ、ちょっと打った方も打たれた方もちょっと戸惑いというか、あれっていう打球が出てくるんじゃないですかね、はい、うん、外野の守るところもちょっと感覚変わるでしょうね。そうですね、確かにお話しいただいたようにホームランテラスができた分、先ほどの若菜さんの解説通り最大で5メートル、はい、このね奥のフェンスよりもグラウンド側にせり出して、で手前のこのホームランテラスのところにもフェンスがあるんですが、このフェンスはあの奥のフェンスよりも低いわけですから、だから高く上がって追いかけるときにもうすぐフェンスですからね、はい、だからその辺の感覚がちょっと今までとは違うでしょうね、うん、今までフェンス際追いついた打球が物理的に届かないかもしれないということですね、はい、これだけの、はい、今までフェンス沿いで取ってたのは全てホームランになりますからね。そうですね、はい、はい、あとは外野の金網でクッションがすごく強いということなんで、はい、うん、もう守り方がちょっと変わってくるのかなというね、はい、意外とこう膨らみがありませんから、うん、スリーベースが少なくなったりすることもあるでしょうしね。なるほど。